もののけ姫ことまこです。今日は、結構やってほしいってずっと言われていた恋愛系の質問に限りのコーナーをちょっとやっていこうと思います。以前、SNS の方で皆さんから募集した質問に答えていきたいと思います。結構ね、その恋愛系じゃない質問もいただいてたんですけど、ちょっと今回はその恋愛系だけの質問に答えていきたいと思います。じゃあ、お願いします。じゃあ、行きますね、あんま喋ったことないんだよね、みんな。一番多い質問から、じゃあ行きます、今、彼氏はいますか？今、彼氏はいません。彼氏はいませんよ。じゃあ、好きな人はいますか？好きな人もいません。そうなんですか？いないよ。だから欲しいよ、好きな人を。どんな人がタイプですか？じゃあ、芸能人は一回置いといて、そのタイプ的なやつね、のことを言うと、清潔感があって、裸足の話題がこう、いっぱいある人。で、箸の持ち方が綺麗な人。で、タバコ吸わない人、お酒も別に飲む飲まないどっちでもいいけど、お酒飲んで暴れない人がいいかな。で、車椅子になって増えたのが、おいお姫様抱っこできる人がいい。 お姫様抱っこいいですね。やっぱなんかね、いろんな行動をさする中で、やっぱできてた方がすごくこう助かる時いっぱいあるから、皆様なんかできる人がいいかな。でも結構絞っ結構、ね、削った。だから車椅子になってから、もっとあれやこれや言うとダメだなって削った。それでも結構ありますね。でも、最悪まずそれくらい。あと自己成長か。あれ自己成長な。自己成長 で自己成長してる人がいいです。なるほど。じゃあ、年上がいいですか？年下がいいですか？それとも同じためがいいですか？でも今までほぼ年上としか付き合ってきたことない。へぇ、1個上とかがあんまりなくて、3個、4個、5個、まあ、そんくらいだから、年上でもいけるけど、わかんない。だんだんさ、前からの年上と今からの年上じゃさ、こう違うじゃん、年齢の感じが。今だったら同い年でも大丈夫なんかなとか思ったり。やっぱ年上の方が頼りになるっていう、そんな感じですか？うん、なるほど。イメージね。じゃあ次は、ハグは好きですか？ハグは好きですか？でもその分かるのがさ、上しか分かんなくなったから、その触れてる感覚っていうの、だから立ってさせてもらう、立ってか起立させてもらう、車椅子になってから、膝を、相手の膝が私の膝を押さえて、お尻をクッてやると、形勢で立てる、支えてもらえれば一応立ってるみたいな格好になれるから、それでハグしてもらったり、チューしてもらうのが好き。それやっぱ身長が高い方がいいですか？いや、別に、おいかつはちっちゃいよ。その153センチしかないから、だから、まあ、結構それより上の人の方がいるじゃん、男の人だったらね。あんまり高いと首やられる。前180の人とつけた時あったけど、首がもうこうなっちゃうからさ、やっぱ175くらいがおいにはちょうどいいかなーって思う時はある。175センチね。ちょうどいいんだね。好きな男性の仕草。仕草？仕草っていうか、笑った時にくしゃくしゃってなる人好き。わかります。だから、笑ってない時は、すごくなんかちょっとこの人怖いんかなっていうイメージの人が、笑った時にすっごいくしゃくしゃなるのは、わかるわかる。ちょっとこうギャップっていうかね。そう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 、そういうの好き。いいですね。あとやっぱ腕の血管とかね。そう、やっぱあれは好きだ。すごい見ますね、血管を。筋肉とかどうですか？筋肉、ゴリゴリマッチョ
はわかんない。ボディービルダーぐらいのちょっとワンちゃんはわかんないけど、でも細い筋肉ない人だったら、細マッチョでもいいから筋肉は欲しい。ポニョもなぁ。自己成長望み手助けるな。理学療法士さんのことを好きになったことはありますか？ないです。今のところないです、ね。いや、っていうか、その車椅子になって結構一番初めに付き合うのが理学療法士とか介護士が多いっていうのをなんか聞いてたんだけど、おいがその一番初めに入院したところと、あとその国立派は、まあ、若い人がいなかったんだよね。一人二人とか、女の人はいたけど男の人はいないとか、だからその出会いがそもそもなかった。若い人。だから今のこのセンターが一番若い。そうですね。若い。だからこれからわかんないよ、センター。今既婚者がほぼだからさ。独身さんのイケメン帰ってきてくんないかなって思う。そうですね、うん、安心だよね、付き合ったら逆に、うん、わあ確かにそう、何でも分かってるからさ、うん、どんなデートをしていますか？どんなデート？いや、ないよ、田舎だからさ、山形、うん、基本、まあ、車でそのラーメン食い行くとか、うん、終わりよ。海行くとか、なんかまあ飯食うくらいしかない。買い物みたいなのはないから、うん、あるとしたらちょっと新潟とか仙台に行って買い物してっていうくらいなんだよね。新潟とか仙台に行かないと買い物できないですか？ジャスコ、あれジャスコ。ジャスコね。ジャスコよ、ジャスコ。そう、それくらい、でもユニクロ GU はあるけど、うん、そんなもんよ。なんか、遊び場所はない。だから。デートスポットはもうないんですか？海。海。海か、牧場。牧場いいですね、でも。牧場か、牛見に行くかみたいな感じ。あ、理想のデートみたいなのありますか？こういうデートをしてみたいみたいな。でも意外とさ、普通に喋ったい人だから、うん、横浜みたいなさ、公園みたいなの、港系の公園で喋ってたい、うんうん、いいですね、うん、なんかテイクアウトのもの買ってみたいな。お弁当は作んないから、作んない一緒に食べて。そうそうそう、映画館もやだ。映画館は一人で見たいタイプだからさ。そうなんですか？だって見てる間喋らないじゃん、そもそも。だから喋りかけてくる人無理、映画館で。あ、俺さ、って言うのは無理。いや、なかなかいなくないですか、そんな人。いや、いるよ。喋りかけてくるのも嫌だから、一人がいいし、俺見てる時ポップコーンも飲み物も飲まない人なのね。うんうん、で、でも隣ですごいチュロスとかポップコーン食われてると気になる。気になるんだよ。だから、映画館は一人がいい。うん、だったら家で DVD 鑑賞の方がいいかな、まだ。ああ、そうですね。ゆっくりできるし。うんうんうん、遠距離でお互い病院勤務。うん、1年2ヶ月会えず友達に戻ろう、結婚しようとしてたのに復縁できますか？っていう質問です。できないと思います。でも友達に戻ろうって言われたんでしょ。うん、もうできないと思います。もしさ、本当に結婚を考えてるんだったら、うん、まだ男女のどっちか分かんないけど、うん、その遠距離にならないようにするじゃん。うん、看護師さんとかだったらさ、まあ、リアセラピストもそうだけど、意外とどこで、どの県でも働けるよね。うんうん、でもそれをしないっていうことはそこまでじゃないってことっていう。っていうイメージ、イメージ。だから多分無理だと思う。ああ、うん、そうですね。いつまでに結婚したいとかありますか？意外とそろそろ結婚願望あるよ。だから今も彼氏欲しいし、うん、結婚願望。結婚っていうよりかは子供が欲しい、早く。うん、年齢的にも大変だって言うから、うん、産
めるときに早く産みたいなって思ってで、ね、っていうのもある。じゃあちょっと際どい質問で、うん、ガードバージンのお相手の方とその後を知りたいです。セカンドバージンのお相手の方とはその後、月1くらいで会ってもうフレンドみたいな感じになってるよね、それこそ。え、でもそれももうね、一昨年の12月がセカンドバージンの時だったんだけどこの前の1月でフレンドを解消したよ。ちゃんと良くないと思って良くないなって思って。まこさんは好きな人に告白するか告白されるのを待つ、どちらですか？過去だけどね、もう最近付き合ってないから今は、うん、過去は基本的に告白をしてもらうように仕向けてるタイプ。なんか自分からはいかないかも。自分からなんとかアピールはしながらも、うん、決定度はあっちに言わせるタイプだね。もう引っ張ってもらいたい感じですかね。そうね、でも今は分かんない、違うかも、分かんないけどね。束縛はされたいですか？されたくない。やだ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 。追いもしないし、うん、してほしくない、うん、どこまで。え、男の人とご飯食べるとか2人で。あー、分かんないな。でも逆のことを考えたら2人の必要性あるって思っちゃうから、うん、分かんないけど、でも自分のことに置き換えてもそんな、男友達は男友達だからありっちゃありだけど、でも2人でって言ってもないかも。工業だから男なんよ、ほぼほぼが、うん、同級生がね。でも2人でご飯ってないね。4人とか、うん、みんなで行こうとなるからなしだな。2人のご飯はなしかもしれない。じゃあなし。じゃあ浮気はそこからっていうことですか？浮気ではないけど気持ちよくはないから、うん、行くんだったらバレないで行ってほしい。別にバレなきゃ何してもいいよ。そうなんですか？うん、バレなきゃ何してもいい。長く続く方法はありますか？老いが最長で2年半くらいしか付き合ったことないからな。それで長いかな。短いよね。若い時、高校生の時とかはマジで早かった。なんかその別れるのとか。私1年がめっちゃ長く感じた。でも社会人になっていけばなっていくほど自分の1年があっという間だから、付き合ってるのがあっという間に2年とかになるから勝手に長くなる。でもだから合わないと思ったらでも早くね別れた方がいいのかもしれないって最近思う。だって合わないものは合わないもん。なんか我慢しててきっと変わってくれるだろうって思って付き合ってたけど、やっぱ変わんないということに気づいたの。何回謝られて、うん、何回信じたけど変わんないって思って、やっぱだから変わんないんだなって思う。男性の方からですね、うん、162センチの男です。はい、身長が低いから男として見られないと散々言われてきました。うん、中身を見てもらえる段階にすらたどり着けず辛いです。やはりそういうものなのでしょうか？私はそんなこと、さっき理想は175とか言ったけど、でも別に、なんていうの、私の周りにも身長ちっちゃい人いるけど、彼女もいるし、結婚してる人も いるし、だから、中身を見られない段階なんてなくない？うん。普通にだってさ、わかんない、例えば合コンだったとしても、162だと判断されても、その合コンの時間をさ、話すわけじゃん、結局。うん、だからその時間が中身を話す時間であって、うん、そこで、多分、もっとアピールできるんだと思うし、自分が162だっていうそのコンプレックスというかさ、そこで逆にもう、いけてないんじゃないかなって思う。うん身長は関係ないと思う。関係ないですよね。うん、こんな感じですかね。じゃあ、いや彼氏とかいたらね、もっと違う話ができたのかもしれないんですけど、一応でも彼氏は募集中でございますので、よろしくお願いします。こちらまで。
しいのでちょっと意外と来てね帰ってくれる人いるんだよ、あのお付き合いしたいですとか、でもそれで送ってきてくれる人に言いたいんだけど、じゃあつってその人の例えばアカウントとかに飛ぶじゃん、そうするとさ何もなかったりするの、そのアカウントに情報が、もうそんなに本気だったら一回ちゃんと顔写真とちゃんと顔写真とプロフィールとか特技とかもう履歴書割りに一回ちゃんとちゃんと送ってきてくれたら私も対応するけど、そうじゃなくただコメントだけとかさ DM とかでさお付き合いしたいですっていうのはちょっとわかんない、誰だかわかんないからさ返答はしようがない、誠意を見せてくださいと、そうです、本気度を見つけてくださいということで、はい、今日は恋愛系の質問コーナーをしてみました。また時が経ったらやってみたいと思います。はい、こんな感じでこの動画がいいなと思っていただけたのであればぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。